日本東京都北区上中里上中里は東京都北区の町名。現行行政地名は上中里1丁目から上中里3丁目。全域が住居表示実施済み区域である。郵便番号は114-0016。東京都北区の南東部に位置し、滝野川地区内にあたる。東は東田ただし、南は中里及び西ケ原、西は 西木原及び、堺町、北は堀船及び昭和町、わずかに、荒川国塩汚と接する。町内の中央を、南西から北東に向かって、JR 東日本京浜東北線、湘南新宿ライン、東北新幹線が、北東辺には、東北本線の小串線が、さらに北西辺には、都電荒川線の線路が走っており、京浜東北線、小串線、 都電荒川線それぞれ一駅ずつが町内に存在する。京浜東北線の電車が走る線路を境にして、南側の一丁目は武蔵野大地に属する高台であり、一方北側の二丁目から三丁目は隅田川沿いの低地にあたる下町に分類される地域である。この間を結んでいる滝野川女子学園前から JR 上中佐駅前を通り、左に湾曲しながら、 平塚神社脇に登っていく坂は、蝉坂あるいは高坂と呼ばれる。坂下にあたる2丁目、3丁目はいずれも住宅と工場が混在する地域であるが、北東部の大部分は JR 東日本オグ車両センターの敷地となっている。なお2011年、上中里駅から2丁目方面へ降りる歩行者用、古戦橋の改修工事が行われ、 橋上の屋根とエレベーターが新設された。住宅地の地下は2017年の工事地下によれば、上駐里市の26の10の地点で48万3000円、平方メートルとなっている。1889年の町村制施行時点における北豊島群滝野川村大技、上中里が現在の上、中里市の3丁目の由来である。 滝野川町は1932年に東京市へ編入され、滝野川区へ移行し、大あ上中里は上中里町となる。1947年に滝野川区は大軸と合併式宅が成立。その後1953年に町名整理により、上、中里町の一部が上中里一丁目、二丁目となった。 1965年に住居表示が実施され、上中里一丁目、二丁目をそのまま継承し改めて、上、中里一丁目、二丁目が成立。1966年には、上中里町の残部にも住居表示が行われ、上、中里三丁目が成立。上中里町は廃止された。2017年12月1日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである、区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる、車坂子選挙。ありがとうございます。